はい、どうも。さあ、では2段300点頑張っていきましょう。はい、お願いします。3番目の方は銚子市からお越しのセシモアンジェラさん。曲目はキムヨンジャさんの熱い川。生まれてきたの、なぜここにいるの。ああ、答えは一つ、あなたに会うために。熱い熱い川が流れる、胸の奥の傷跡から。熱い熱い川が流れる、愛した視聴してくれました。お、千葉県銚子市から。そうです。あら、はい、近いとこですね。じゃあね、私もね。そうですね、これはテレビで銚子電鉄の濡れせんべいやってました。そうですね、ねえ、はい、あ、その後好調な売れ行きかと思っております。関係者の皆さん、ご苦労様です。それではでは檜山さん、お願いします。はい、いやお上手ですね。あのすごい声量もあって、音程もなかなかしっかりしてるところがあって、はい、よかったと思います。細かいところを言っていくとですね、例えば答えは一つ、今あの普通にもう一直線で歌われたような雰囲気に感じたんですが、はい、答えは一つ、あの言葉尻をもう少しこう柔らかく歌ったりするともっとこう奥行きが出てくる歌い方になってくるんだろうなと思いながら聞いてみました。それとあと、まあ心凍りついてものついてのところが少し跳ねすぎたなとか、まあそういった細かいところがちょっと気にはなったんですけれども、はい、もう全体的にはあのかなり、お上手な感じだったんじゃないかなと思います。いい雰囲気でしたよ ね。 そうですね。じゃ細かいところはなかなかね、アマチュアの方々はこれから今アドバイスされて覚えることです。答えは一つって言われたら確かに一つですよね。答えは25なんて言うと長いですもんね。答えは25とか超えなきゃいけませんけど、そんなことありません。水木舞さん、声いかがでしたか。すごくなんかこう激しさが、ね、ありましたね。はい、舞さんもあの、はい、穏やかに見えるんですけど、激しさがどっかに秘めてるんですか。どっかに、あの、市内握るとなんか水木舞さんが府警さんだったら捕まってみたい気持ちになりますね。はい、どうも頑張ってください。はい、エントリーナンバー3番、音程は76点でスタート。再現リズム感は75点、歌唱力は76点、以上表現力は76点、合計得点303点。 OK、 エントリーナンバー4。さあ続いてまいりましょう、どうぞ。はい、では頑張っていきましょう、お願いします。6番目の方は銚子市からお越しのセシモアンジェラさん。3段320点に挑戦です。曲目は門倉由紀さんの J。 J、 どこへ行くの J、 この悲しみはない、また眠れず朝迎える。 J、 笑った後
J 寂しい顔した Y あなたの目は何を見てたの J 夜が流れ季節段チャレンジでは、すみません、中田先生お願いします。お願いします。瀬下さんどうもお疲れ様でした。ね、すごくね、こう淡々とねお歌いになられてね、すごくなんか我々方に伝わるような気がいたしますけどね、はい、全体的にね、同じようなメロディが結構続いてきますよね、はい、ですからその時やっぱりいわゆる表情なり歌唱法なりね、やっぱりある程度こうなんか、この部分はこういう具合に表現しようとか、こっちの部分はこのように表現しようとか、なんかその場面の転換をねこうやって いってもらったらよかったのになと思うんですよね。なんとか例えばお芝居でも一幕もあったり二幕があったりいろいろありますよね。その都度によってこうドラマが変わっていくのと一緒で、やっぱりこういう歌の場合はそういうなんか展開がねあった方がいいな。例えば J っていう言葉を一つにしても、はい、やっぱりどの辺の人に、距離の人に歌うのか、もっと身近な時に歌うのか、もうちょっと距離を離れた時の J さんに歌うのかとかね、なんかそういうものを自分でこう噛み締めながら歌っていかれたら、やっぱりこう三段です。僕初段やったらすごくね、まあそういうとこまでなんやけども、やっぱり三段となるとね、そういうなんか展開方法をねもう欲しいなと思います。だけど非常になんていうか、詞を噛み締めて伝えようという気持ちはね、ものすごく伝わるからええなと思いました。はい、ありがとうございました。こういう詩をねお聞きすると、やっぱり先生方やっぱりもう今までたくさんのねスター歌手を作り上げて、細かく僕ら J ばっかりこうやってやってシーンとみんながしたから、これは上手い人だな単純に思っちゃう。テレビの前の皆さんも、あの人はシーンとさせたから。でもこういう細かいとこ言っていただくと勉強になるでしょ。そうですね、ね、はい、小村美希さん、いつもそういうこと言われてこうやってデビューまで至ったんでしょうね。はい、そうですね、はい、本当に辛かったでしょ。いや辛くはないですけど、そういうディレクターを思い出して殴りたいとき思ったことはあります？いやないです、ないです、ないですか、はい、はい、中田さん冷や汗かいてます。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。なるほど。320点チャレンジ、音程は79点からスタート。さあリズム感80点に上がった、歌唱力81点に上がって、表現力80、合計は320点。 OK、 来た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 、エントリーナンバー7番、4段に変わります。4段に参りましょう、どうぞ。はい、再チャレンジの方です。では VTR です、どうぞ。好きよ好き、ワンコーラスで歌う場合はそこはきちんとこの愛は一人芝居の長さで歌わなくちゃいけないのが、本当にコーダの歌い方で一人芝居になっちゃうと取ってつけた構成になっちゃうから。はい、おそらく今まで再チャレンジって言われた方の中では一番一つだけ、もうここだけが勝負だって言われたの一番はっきりした人ですから、そこに注目されっぱなしで他がおかしくなっちゃいけないですから、落ち着いていきましょうね。では行きましょう、再チャレンジです、どうぞ。8番目の方は銚子市からお越しのセシモアンジェラさん。
四段340点に挑戦です。10月10日に再チャレンジ賞に選ばれました。曲目は門倉ゆきさんのロラ。やめて下手な嘘、だいたい今はただ雨に濡れた野良、帰り着いたあんた、いい女なら割り切ってあげるわ、誰となく惚れてないとダメな、ダメな人なの。好き好きよ好き、愛は一人芝居。さあでは行きましょう。審査委員長お願いします。ね、この間再チャレンジを、ね、上げるときに言った、はい、まあ、あそこがやっぱりね一番なんかこう直してほしいところだったんで、そこはちゃんと直ってるし、もともとね、はい、その歌 の, その構成力とかね表現力とかそういうものはもともとあの時点であったわけだから、はい、ね、たまたまあの時に、ね、間違って、うん、歌っただけの話で、だからこの歌をこのくらいアマチュアの人が歌えればね、はい、基本的にはもうそれでいいんですよ、うん、だからあとね、もう細かいこと言ったら歌はキリがないけども、はい、4段の歌として僕ら多分ここで聴く分にはもう何の問題もないんじゃないかなと思っておりますんで、はい、あとは私だけじゃなくて、はい、厳しい4人が並んでいらっしゃいますからね、まあ、香織ちゃんは安心ですけど、うん、2人で問題はこうなれ、あの2人だ、うん、人気作詞家と人気ディレクターこれが当てにならないんだよな。どうなりますか、審査員ちゃんがせっかく褒めてるのに水かける場合があるんだ。じゃあ会場の皆さんね、どういう点数で出るか、ご苦労様でした。ね、エントリーナンバーラスト8番、4段340点チャレンジ、さあ再チャレンジは、音程は85点からスタートです。水ぼかが85に並んだ、歌唱力は86上がった、表現力は88、合計は、きたー、344点、堂々と合格、セナセンターと担当賞の再チャレンジ。